ンネル。今回ですね、小池さん進行で進めていく初の試みになっております、はい、頑張ります、はい、今回のお題はですね、就活生誰しもが疑問に思っているけど説明会や面接で聞くことができない、そんな疑問にお答えしていきたいと思います。今回は運営さんが調査を行い、就活に関する素朴な疑問を集めてきましたので、経営者目線、人事目線での意見をいただけたらと思います。質問した後にお手元の丸×札でお答えください。では早速参りましょう。素朴な疑問1、縁故採用って本当にあるんですか？せーので札をお上げください。せーの、じゃん。解説を熊谷さんからお願いします。うちないですけど、あるとちょこちょこ聞きますので、あるのだろうなと思ってます。株元さんもあるとのことですが、はい、のありますし、悪いことでもないです。骨っていうのは容姿とか学歴とか全て含めて自分の総合力なんで、そのうちの一つ人脈みたいな、そんな感じですかね。どういった業界が多いですか？業界でっていうよりかはですね、 B2B 取引だったりとか、規模がでかい会社ですね。基本的にそんな多くはないんですけど、例えばじゃあ小池さんが超大企業の社長の令嬢だったとするじゃないですか。ストックさんとしてその企業から大きな発注を受けてると、年間で分かんないけどじゃあ3000万円の利益が出てると、3000万が大きいかどうか別として、で小池さんの人件費500万だとするじゃないですか。社長から契約継続してやるから、うちの魔法をお前の会社に入れろって言われたら断れないんですよ僕絶対。3000万が2500万になるか、でも小池さんが頑張ってくれたらまあちょっと利益増えるから結果トントンかなぐらいで考えるわけですよ。それより3000万がなくなる方が痛いんで、っていうのはいろんな企業で、まあ、そういう交渉されてもおかしくないんですけど、まあ、前提条件としてまず社長が小池魔法の就活に口出しする、そういう関係だったりとか取引が実際にあってとか、そういうなんかいろんな要素があって初めて成り立つんで、意外とそんなないです。でもそれで小池さんがじゃあ株式会社小池工業っていう会社から縁故採用で入ってきたとして、じゃあストックさんの中で小池さんが入ってきて、あの子小池工業の社長令嬢らしいよって言われたところで、まあ、それが何っていう感じなんで、別に小池さんはそこからそれはそれできっかけに過ぎないんで、そこから活躍する人は全然いっぱいいるし、それがたまたま最初のきっかけはそれだったってだけなんで、別にクラブチームサッカーだってね、セレクションから上がる人もいればユースから上がる人もいるわけで、そのきっかけなんて何でもいいわけですね。素朴な疑問丸に、体育会系の方が就活で受けがいいですか？せーので札をお上げください。せーの、熊谷さん丸とのことですが、一昔前と比べると結論そこまででもないと思いますが、受けはいいとは思います。というのが、体育会イコール礼儀正しいとか理不尽に耐えられるみたいな、まあ、そういったステレオタイプを持っている人が一定数まだまだ世の中にいらっしゃるので、いいか悪いかでいくといいとなりますね。株元さん、少なくとも走りはするじゃないですか。バカでも一応走ってくれれば使えるし、賢かったらもう万々歳ですよ。賢く走れる人なんで、一番ダメなのは賢くなくて走りもしない人なんで、それは最悪ですから、そういう人材じゃないっていう可能性が高いみたいな、経営ってこうめっちゃいい人材を取ることも大事なんですけど、外れ引かないことも結構大事だったりするんで、外れないっていうのを聞くためには、まあ、学歴もそうだし、体育会系で厳しい環境で逃げずにやり続けてきたみたいな、その実績っていうのが評価されるイメージですね。だから体育会系でも緩い部活とかたまにあるんで、そういうのは意味ないですよ。部活だから何でもいいわけではないと。素朴な疑問丸3、就活のスタートが遅れると受けられる企業は減ってくるんですか？せーので札をお上げください。せーの、熊谷さん丸とのことですが、それも物理的に早い時期に締め切りが終わってる会社は ね、後から始めたら受けられないですから受けられる会社の数が物理的に減るのはもう丸としか言えない。質問がバカだからそう、別にここでわざわざ聞くようなことがあって同じくです。はい、素朴な疑問4、顔採用って本当にあるんですか？せーのでお上げください。せーの、はい、熊谷さん丸とのことですが、はい、聞きますね、はい、ちょくちょくこれもありますね、実際に。それはでも致し方ないですよね。株元さんも丸ですか？可愛ければ最悪なんかに使えるんですよね。すごい燃えそうこれ。分かりやすく言うと、小池さんがめちゃくちゃポンコツだったとしても、まあ可愛ければ受付に立たせておけばいいとか、キャスティングされる側としてちょっとうちから貸し出しちゃえばいいとか、可愛くないより可愛い方が使える選択肢がちょっと広がるんで、営業赤字になるリスクが減るみたいな。これはまあ僕の会社だからっていうのもありますけど。続いて面接説明会に関する悩みです。
素朴な疑問1、スマホでメモをしても大丈夫でしょうか。せーの、はい、熊谷さん、×ですか。リスクとリターンのバランスの問題なんですけど、スマホでメモしてもいいと思ってる人事もいると思いますが、失礼だなって感じる人が 1% でもいる以上、わざわざそこでリスク取るほどスマホでメモすることのメリットの費用対効果ないと思うので、避けた方が無難ということですね。カモさんも同じですか。本当は割れた方がいいんでしょうけど。そうなんです、さっきずっとイコールです。仲良し、おもろくないコンテンツになっちゃってるなと思います。昨日ですね、新しくお取引が始まるっていう会社の社長さんがたまたま新宿付近にいらっしゃるということで、僕のマンションのロビーで会わないかっていう連絡が来たんですね。で、僕まだその方とお会いしたことが一度もなくて、年齢もわかんないし顔もわかんないと。うちの別のメンバーが担当してたけど、たまたま取引始まるから社長とも話したいって言われたんで、うちのロビーに来るってなって、何を持ってたかっていうと、僕はノートとペンを持ってたんですね。なんでかっていうと、その方が年配の方かもしれない、年配の方だとワンチャンパソコンでメモっててもムカつかれる可能性がある、うん、だから紙と、まあ、ペンでメモってれば不快な思いはさせないと。他の担当者のフリーランスのお客さんでもあるから、僕が迷惑をその人にかけたくなかったっていうのもあって、まあ、最低限不快に思われない形で、僕でもですね、こんだけ言ってる僕でも紙とペン、ノートとペン使うことっていうのはたまにあったりするっていう、まあ、その延長の話で、スマホもまあそういうリスクを踏まえている以上はあんま使わない方がいいと思いますね。もう少し一般化されてから使ったらいいかもしれないですね。パソコンでメモはだいぶ市民権得てきた気がするんで、うん、そうですね、はい、それがスマホも同じようになる時期が多分来ると思いますけど、まだ早い。素朴な疑問丸2、説明会でよく耳にする選考とは全く関係ありません、これは本当でしょうか。せーの、熊谷さん、×ですか。全く関係ないは嘘ですね。直接その説明会っていうものを選考にはもちろんしてないんでしょうけど、こっちも仕事なんで効率よく仕事したいじゃないですか。なので、あ、良さそうだなとか、ずっと寝てて絶対この人なしだなって人は当然できるだけ覚えておいて、その後それなりのそぐう対応をしようと思うわけですから、うん、全く関係ないっていうのは、まあ便宜上そう言わなきゃいけないのも分かりますけど、関係あるかないかで言ったらありますね。多分ですけど、ここは選考と関係ないですよって言ってる間は、具体的にメモとかその場で面接官は記録はしてないはずなんですよ、うん、ただ人間なんで頭には残ってるんで、頭のメモには残ってるみたいな感覚でいいと思います。なので、そこで詳細のなんかこう比べるというよりかは、明らかに悪目立ちしてるやつが省かれてるみたいな、そんなイメージでいいんじゃないですかね。素朴な疑問丸3、面接に私服でお越しくださいと言われたのですが、本当に私服で行くべきでしょうか。せーの、お、ついに分かれましたね。熊谷さん、丸ですか。私服でお越しくださいって指示で書いてあったら私服でいいと思います。私服って具体的に書いてあったら、服装自由ってなってたらスーツで行った方がベターなケースが多いと思いますけど、わざわざ私服でお越しくださいって書いてる場合は私服を見たいという相手のニーズなので、ただ私服すもあれですよ、あの夏なんでみたいな、こうあのアロハに短パンでサンダルとかダメですよ。そのビジネスカジュアルっぽいものですけど、なんで、まあスーツ縛りじゃなくていいっていう意味の OK ってことですね。カボンさん、あ、もう同じです、はい、でも多分そのビジネスカジュアルとか大学生はあんまり持ってないかなと思うのと、まあ、私服でお越しください必ずぐらいに書いてあったら、まあ私服でいいと思うんですけど、まあ、基本スーツで行ってけばいいんですよ、それも全部。スーツで行っちゃって他本当に私服でスーツで浮いちゃった場合は、うん、1個いい訳としては、すみません、ただ私服でお越しくださいって書いてあったんですけど、1つ前の予定がスーツだったのでスケジュール的にみたいなことを言えば、うん、まあ、切り返し大丈夫ですよね、臨機応変のね。私服がおしゃれでも家庭にはなりませんからね。限定しかないんですよ、基本は。素朴な疑問丸4、第一志望の企業ではなくとも面接で第一志望と言った方がいいですか。せーの、はい、熊谷さん、これは誰目線で考えるかなんですけど、とりあえず内定をもらいたいとか、結論その評価を落とさないっていうことが目的であるんだったら言っておいた方がいいと思います。もちろん言った方がいいですよ。てかもうそんなはったりもかませないんであれば社会人になってももう無理ですよ。そんなのもう朝飯前というか、当たり前のように息を吸うように、呼吸するように、ああ第一志望ですって言えるようにならないと社会人としては出世しませんから。素朴な疑問は以上になります。最後、熊谷さんにお返しします。えまだジャブっぽい質問しか来てないんで、もうちょっと確信に迫るようなご質問とかあれば、コメントかツイッターの DM かでいただければ、はいはい、このまた小池先生コーナーが
第2弾あると思いますので、はい、ぜひご意見ください。面白かったと思います。でもしょうもない質問が結構リアルだったりしますからね、うん、じゃあそんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。